ジョン・スタークはアメリカ独立戦争の時に大陸軍に仕えた将軍である。1777年のベニントンの戦いで称賛すべき働きをしたことでベニントンの英雄として広く知られるようになった。モリー・スタークと結婚した。スタークはフレンチ・インディアン戦争の時にロバート・ロジャーズ少佐の下で将位として入隊した。勇敢なロジャーズ・レンジャーズの一員として 貴重な戦闘体系をし、アメリカ植民地の北部辺境に関する知識を得た。ジェフリー・アマースト将軍が、ケベックの征服を期待して、ロジャーズ・レンジャーズに、ジョージ湖から、ケベックの奥深くセント・フランシスのアベナ貴族の集落への遠征を命じた。レンジャーズは北に向かいインディアンの集落を攻撃した。スタークは、 レンジャーズの中隊すべてを統括する副司令となっていたが、インディアンの里親がそこに住んでいることに対する敬意を払って攻撃隊に同々することを拒否した。スタークは前年に結婚した妻の待つニューハンプシャーに戻った。戦争が終わると、スタークは大義として退役し、デリーフィールドに戻った。百七十五年四月十九日、レキシントンコンコードの戦いで、 アメリカ独立戦争の始まりを告げた時に、スタークは軍務に復帰した。4月23日、スタークはニューハンプシャー民兵隊の大座に任官され、第1ニューハンプシャー連隊の指揮官を任され、ジェームズ・リードの第3ニューハンプシャー連隊と共に、ボストン郊外に向かった。スタークはその兵士たちを招集するとすぐに、ボストンの南に渡って、そこを封鎖する反乱軍を支援した。 作戦本部はメドフォードで差し押さえたアイザック・ロイヤルハウスに定めた。6月16日、反乱軍はケンブリッジとロックスベリーにあったその陣地に対してイギリス軍による先制攻撃を恐れ、ドーチェスターコーチ、バンカーヒル、ブリーズヒルなどボストン市を取り囲むコーチを占領することに決めた。これらの陣地を保持しておれば反乱軍はイギリス軍の上陸に対抗できた。 当時のボストンはほとんど島と言ってよく、そこに駐屯するイギリス軍は周辺の攻撃に行くために海を渡る必要があった。これらの高地には大砲を据えて港を封鎖するイギリス海軍の艦船に脅威を与えるために使うこともできた。ただし、この時の反乱軍には使える大砲がなかった。したがって16日の夜に反乱軍は高地の陣地に移動して残豪を掘り始めた。 17日の夜明けが近づいた頃に、イギリス海軍の大砲24門搭載スループオブ、OHMS <ー>ライブリーの保証が、反乱軍の動きに気づき、反乱軍と工作中の防御設備に砲撃を、開始した。このことで、イギリス海軍提督の注意を引き、ライブリーが何に向かって砲撃しているか知ろうとした。それに続いて、イギリス海軍の隊す全てが砲撃を開始した。 夜が明けると、イギリス軍は、ブリーズヒルに、旧ゴシラへの防御工作物ができていることを、はっきりと見ることができ、トマス・ゲイジ将軍は防御工作物が完成する前に、反乱軍を追い出す必要があると理解した。ゲイジは、ウィリアム・ハウ少将に部隊を上陸させる準備をするよう、命じた。各して、バンカーヒルの戦いが始まった。大陸軍のウィリアム・プレスコット大佐が数百の、 訓練も積まれていないアメリカ人民兵隊だけで最初の激しい砲撃に対して丘を死守した。プレスコットは武器も勢力でもはるかに劣勢であることが分かったので援軍を頼む必死の伝令を送った。スタークとリードはニューハンプシャーの民兵隊を引き、プレスコットの要請があってから間もなく戦場に到着した。イギリス海軍のライブリーは チャールズタウンと反乱軍の陣地をつなぐ細い帯状の地帯であるチャールズタウンネックに向けて正確な砲撃を雨のように降り注がせ始めていた。チャールズタウンの側では他の連隊に所属するいくつかの中隊が砲撃の射程内に降軍することを恐れ、大号を乱してうろつき回っていた。スタークは兵士たちに落ち着くように命じ、静かに降軍して一人の被害も出させずに、 プレスコットの守る陣地に進ませた。ニューハンプシャー民兵隊が到着すると、プレスコット大佐は感謝して、スタークが適当と考える位置に兵士を配することを認めた。スタークは地形を調べて、すぐにイギリス軍がブリーズヒルの左下方にあるミスティック側の岸に上陸して、反乱軍の側面を突こうとするであろうことが見えた。スタークはミスティックが首都家の間の低地に、 舞台兵を移動させ、2本のレールでできた兵に、藁や草を詰めて補強するよう命じた。また防御船にある、別の隙間にも気づいて、弟のウィリアム・スタークの中隊から、ナサニエル・ハッチンス中尉などについてくるよう命じ、ミスティック川淵に至る高さ9フィートの包みを振った。彼らは、間に合わせの防御船を構築するために、幅12フィートの海岸を横切る、岩の包みを作り上げた。 この旧後白への工作物を作った後で、スタークは壁の背後で3列に兵士を配置した。ロイヤルウェルシュフュージリアーズ連隊を含むイギリス軍の大きな文献隊が先方として工作物に向かって前進した。民兵たちは身をかがめたまま待機し、前進してくるイギリス軍がすぐそこまで迫ってから立ち上がって発砲した。彼らは激しい。 また来せずしての一斉射撃を敵弾兵の前面に直接放ったことになり、芝叩く間に90名の兵士を殺して、その前進を止めた。フュージリア連隊は恐怖に疲れて交代した。次に、イギリス軍不評部隊が戦友の死体を乗り越えて、スタークの防御戦に向けて突撃をかけた。この攻撃も民兵隊の圧倒的一斉、射撃によって大きな被害を出した。 三度目の攻撃も同じように撃退され、イギリス軍の損失が積み重ねられた。イギリス軍主官たちは兵士たちをその上陸点から撤退させ、大砲の支援が得られる別の地点で上陸することにした。この戦闘の後半で反乱軍は丘の上からの撤退を強いられた時に、スタークはそのニューハンプシャー連隊に撤退するプレスコット大佐の部隊を援護するよう命じた。 ニューハンプシャー連隊のその日の死者は後に、メドフォードのセーラム通り埋葬地に埋められた。この日、イギリス軍は最終的に丘を占領したものの、その損失は甚だしいものであり、特に士官を多く失った。この戦闘から2週間後に、ジョージ・ワシントン将軍が到着し、包囲戦は手詰まりのまま、翌1776年3月まで続いた。この時、 タイコンデガトリデで捕獲した大砲を夜の間の巧みな操作でドーチェスターコーチに据えた。この大砲を据えたことでボストン港に浮かぶイギリス艦隊にとって脅威となりハウ将軍はボストンから守備部隊を引き上げざるを得なくなりノバスコシアのハリファックスまで回路移動することになった。グリーンマウンテンボーイズと共にスタークが使った不評待機4ヶ月後、スタークは ニューハンプシャー民兵隊の順将に任官された。スタークは大陸軍指導部に対して責任が取れないような厳格な条件で受け入れた。その任官を受けてから間もなくフィリップ・スカイラー少将からニューハンプシャーのチャールズタウンを出発しニューヨークのサラトガにいる大陸軍を支援するよう命令を受けた。スタークはこの命令を拒否してその代わりにベニントンで ドイツ人傭兵隊と対戦する要素の部隊を導いた。スタークはヘシアンとの戦い前に、あそこに敵の赤服と王刀派がいる。奴らは我々のものだ。さもなくば、モーリー・スタークは今夜やもめで眠ることになると叫んで、兵士たちに死ぬまで戦うようこぶした。スタークの部隊はバーモントの民兵隊であるグリーン・マウンテン・ボーイズを率いるセスワーナーからの 支援もあって、そこの兵士案を改装させ、イギリス軍ジョン・バーゴイン将軍の物資補給のクワてを防せだ。スタークの行動は、数ヶ月後のサラトガの戦いでバーゴインの北部軍が降伏することに直接貢献することになった。このサラトガの戦いは、イギリス軍にとって最初の大敗であり、フランスをしてアメリカが軍事的援助をする価値のあるものと判断させたことで、 独立戦争の転換点と見られている。サラトガの戦いの間、最初の戦闘であるフリーマン農場の戦いの後で、スターク将軍の旅団がスタークスノブの陣地に、イギリス軍のスパイ、ジョン・アンドレがその重報活動とベネディクト・アーノルドのウェストポイント砦をイギリス軍に渡す陰謀を助けたことに関する裁判で、スタークは陪審員の一人を務め、アンドレを有罪にした。 スタークは1778年から1781年の間に3度北部方面軍の指揮官を務めた。スタークは戦争の残り期間を通じて功績を残した後デリーフィールドの自分の農園に引退した。スタークが終戦とともに公的生活から真に引退したことで独立戦争の将軍たちの中でもスタークが真意のキンキナトゥスだと言われてきた。 1809年、ベニントンの古参兵が戦いを記念するために集まった。スターク将軍はこの時81歳であり、旅行に耐えられない状態だったが、戦友に手紙を送り、その文面は、自由に生きよ、さもなくば、死を。死は、悪の中でも最大のものではないと締めくくられていた。自由に生きよ、さもなくば、死をは1945年に、 ニューハンプシャー州の標語になった。スタークとベニントンの戦いは後にバーモント州ベニントンで高さ306フィートのベニントンの戦い記念碑で記念されることになった。1894年、ニューハンプシャー州はワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションにスタークの大理石像を寄贈した。 ニューハンプシャー州デリーの修道28号線、レイン道路との交差点すぐ南、ジョン・スタークの生誕地近くに、ニューハンプシャー州の歴史標識がある。実際に家屋があった場所には2つ目の石の標識がある。デリーのロッキンガム道路から東に、レイン道路を約半マイル進み、右折して、スターク道路に入り、4分の1マイル以内の右側に、その標識がある。 スタークの子供時代の家はマンチェスターのエルム通り2000にある。この家はジョンの父であるアーチボルドによって1736年に建てられた。この建物は現在アメリカ独立戦争の娘たち、モリー・スターク支部が所有している。アメリカ合衆国の多くの場所がジョン・スタークとその妻モリーにちなんで名付けられている。下記はその一部である。ありがとうございます。